な公式球相手で。つまんない。ないですよ。さあ、ターズナイトが決まれた。タッツーさん対ミーサちゃんのダブルバトル、綺麗な戦いです。そう、いや、俺としてはこっちの方が運命じゃないという、普通じゃないデュエル、プレゼリアタイマーボールがメタグロス、ラクロス、スです。うわ、ちょっとこれエスパー対ハガレの戦いです。エスパー対ハガレ、てか全員エスパーですよ。なんだこのエスパーフィールドは。いや、何もモンスター2連勝してたと、そうですよ。ようやく公式ルール、まあ、そんなことか。まるで目指すがまとめさせることができるか。まとめじゃないですか。いきなり戻ります。これは許せない。やめる。ルオン登場、ユセミやんで。さあ、戦いのメタグロス、さすがにコメントマッチ。あれ、俺今何したの。さすがの方さ、ガジョソリューテ君がどっちに決まるか。ルオン君が、ユセ君が襲いかかる。ワサビを引いたから早速ルオンが落ち。ああ、そうだ、そこ負けてるし。いや、ああ、爆発、爆発するのか。あ、違うか。トリックルーム発動。だって、決めてるよ。だって、昨日あんま止まるもんね。じゃあ、いや、もう勝てないんだ。カリゴンの、カリゴンの登場です。オープン。ドカン、ドカンとしな。始まったばかりだ。さて、いきなりルオを失ってしまったタッツさんなんですが、もう勝てないと言ってますが、大丈夫なんでしょうか。いや、どこどこどこって言っちゃう。ガキオス戻ります。どこ下がったか、さよ元に。うわー、どうぞ。さあ、ガキオス、今週のオイズ、まあ、よくあるボケですよね、最近だと。あるですよね。どうだか、あれ違う。トロタ君、今まで発動、とりあえずひるんでおけばいいと思いますよ。しかし、あんまり切れない。ひるまず、コメント待ちが空気した、空気空気はやばい。まあ、なんだ、3割ぐらいダメージ。さあ、まだどちらにも勝機があります。ここからどんな展開を見せてくれるのでしょうか。一応呪いが1段階入りましたし、両方とも物理っぽそうなのでどうにかなりそうです。まだ良い決めがわからない。下の機械になってメタグラスが来そうですね。メタグロスがここで戻る。おっと、クロモリの登場だ。ファミコンの炎のパンチが、おっとクロモリに飛ぶ。4割ぐらい削れたか。トータ君、地震攻撃、味方を巻き込んだ。まあ、いきなり当たれば、さあ、鬼身が入る。入った。これは痛いんだよね。当然、焼き戻ってしまった。あ、エクはしない。いや、レズカゴじゃない。さあ、レジッシュがいきなり削り大きく削れました。カビゴンに鬼身が入ったので、まあ、トントンといったところでしょうか。一方、トータ君、まだ一度ダメージも受けています。たぶん受けるって言うんですけど、今できればパデロ食べた。てか、ザンパンは発動しないよね。ハミゴンさらに呪いを。おっと、ゾウさんがさらに味方巻き込む。このままの君がトータクに飛ぶ。いや、まあまあ、あっちか。いや、けど、さあ、
ショータイムの始まりです。まずは防御2段階。やけどのダメージを受けています。さあ、両方ともやけど、ちり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 削る。これで黒森を回復。さあ、まだどちらにも勝機があります。どんな展開を見せてくれるのでしょうか。大トカップやればいいじゃん。ポケモンたちはトレーナーさんの指示をすぐに戻ります。やばい、ここで戻る。メタブロスノート。ファミコン眠ったな。そんな気がした。残飯回復しなかったです。俺が圧勝しようとしたら、そして顔で回復。日常で戦だったんだ。メタブロス、どうだったようなのね。ゴミのようなダメージ。ひるんで動けなかった。これは痛い。まあ、回復量が回復。まあ、回復量が上がりますけどね。ここでトリックルームかける。さあ、ここでトリックルームがかけるのが結構痛い。ためかなり高くなっています。かなりボールが2段階も上がってますが、今でも状況だとレジしてるだけで、いや、ちょっと痛い。さあ、メタルトリック。うわぁ、全然ここで決めてこない。いや、でもこれは分かったかな。さらに積み始め、しかし炎のパンチを選んでいた。まあ、十分。さらに時空を歪み続ける。さあ、まだどちらにも勝負がある。防御一応4段階入りましたが、小林さんを渡して炎のパンチをずっと続ける生き物が出来上がりました。地割れ欲しい。地割れあっても、あのラティオスに戻されて、ああっていうのが、トレーナーの力も。さあ、ちょっとミルサちゃんまで。